廉家語は、ほぼ消滅しつつあるメソアメリカ先住民の孤立した言語、または語族である。S の老フでは孤立した言語とするが、実際には最近まで二つの言語が存在したことが知られる。スペイン人到来時のエルサルバドルの民族分布の推測廉家語には二種類が確認されているが、どちらも消滅した。この二つの言語は近い関係にはない。 数月書の推定によれば、この二つは分裂してから三千年を経ている。アルゲダス・コルテスが再考した、連歌祖語は十二の子音と五つの母音からなる。他の語族との関係については、議論が分かれる。マクロ・チブチャ大五族に含める説はしばしば提起される。キャンベルでは、そのような関連を示す。はっきりした証拠がないとするが、コンステン・ラウマーニャでは、連歌後、ミスマルパ語族。 チブチャゴの間に規則的な対応の存在を指摘している。キャンベルでは、レンカミスマルパチブチャゴの連冠は未だ体系的に証明されていないとするが、コンステンラウマーニャがミスマルパとレンカの二つの隣接する五族の関係を支持する証拠を示し、この二つの五族がレンミチ大五族を構成する。コンステンラウマーニャの研究によれば、 レンミチ大五族はまずチブチャソゴとミスマルパ五族及びレンカ五族の共通の祖先であるミスレンカソゴに分裂したとする。この分裂は今から9726年ほど前、すなわち紀元前7720年頃に起きたレンカ五族とミスマルパ五族それぞれの祖先は7705年前頃に分裂し、 ファイアごとそれ以外のチブチャ語族の祖先は6682年前頃に分裂した。と記している。連歌語、進化語と関係づける提案もある。一方、ジョカスキーは代名詞や親族名称などの語彙から、連歌語族を、他、第五族に含める証拠を発見したとする。連歌祖母の現況は、ホンジュラス中央部の可能性が高い。 16世紀初めのスペイン人による中央アメリカの征服の時期において、連カ後は、ホンジュラスの北西部と南西部、及び隣接するエルサルバドルの連覇川より東に住む、連カ族によって話されていた。連カ族自身は、今も、同じ場所に住んでいるものの、1970年代に、ライル・ギャンベルはエルサルバドルでは、チランガに一人しかわしゃを発見できず、 ホンジュラスでは一人も発見できなかった。またギャンベルはエルサルバドルの連歌語がホンジュラスの連歌語と異なった言語であると結論付けた。ホンジュラスとエルサルバドルの両国とも言語を復活させようとする先住民の運動があり、最近のホンジュラスの報告ではエルサルバドル連歌語の小学校の教科書がホンジュラスの学校で配布されたという。ロベルト・カステジョによる年の 小説ラグエラモタルデロースセンティードスは、廉価後の探求者の冒険の年代記になっている。アルギダス・コルテスによる、廉価祖語の最高がある。ありがとうございます。